ありません、ありません、ありません。城西国際大学看護学部看護学科2年の荒城花です。紅葉高校出身です。城西国際大学は看護師と保健師のダブルライセンスが可能で、総合大学ということもあり国際性が豊かなところが決め手で選びました。ネットを使って自分が興味のある分野、国際性だったり保健師にも興味があるので、そういったものをネットで調べてみて、城西国際大学が一番私に合ってるなと思ったので城西国際大学に決めました。ネットで見つけて行ってみたいなって思ったのでオープンキャンパスに参加しました。実際に参加してみて、施設の設備とかもとても充実していて、先生との距離もとても近くてとてもアットホームな感じでした。私はそんな県外と県内でこだわりはなくて、自分のやりたいことができる大学を選んで、たまたま県外だったので県外に進学しました。両親は私のやりたいことをとても応援してくれたので、そのまま城西国際大学に進学することに賛成でした。将来国際的に活躍できる看護職者を目指しているので、実際に1年生の時にインド研修だったり日本語チューターをしてみて、自分の夢に一歩ずつ近づいているなっていうのをとても実感しています。留学生に日本語を教えるプログラムで、自分の日本語力を確かめることもできるし、逆に留学生から英語を教えてもらうこともあります。実際にインドの私立の病院と公立の病院を見学に行き、また大学での講義を受けて、インドの医療制度と日本の医療制度の違いについて学びました。実際行ってみて、日本の病院は公立私立そんなに見た目に違いはあまりないんですけど、インドの病院だと公立と私立では全く違っていて、公立の病院では無料で治療が受けられるところがとてもいいところだと思いましたが、衛生面的には日本の方が恵まれているなと感じました。沖縄から出てみてやっぱり寒いですし、でも電車があるので移動はとてもしやすいです。沖縄だとバスが遅れてきたり時間通りに行動できないことが多いのですが、電車は時間通りに来るので計画通りに行動することができます。初めて一人で病院奨学金という試験を受験した時に、帰り道初めて電車で成田から大学の最寄りの群馬駅まで電車で一人で帰ったんですけど、成田駅だと電車の本数がとても多くて、時刻表だけ見て動いてたらまさかの茨城まで行きました。30分ぐらいしてもなかなか駅に着かないなと思って地図を開いたら茨城にいたので、とってもパニックでした。病院奨学金と日本学生支援機構の奨学金を使って大学に通っています。学費もその奨学金で賄っているので仕送りはもらっていないです。病院奨学金は借りた年数分その病院に勤務したら奨学金の返済が免除になるという奨学金制度で、私もこの大学を選んだ時の決め手の一つに奨学金の制度があるんですけど、こういった私立で自分の夢を諦めないで奨学金を使いながら通うこともできるので、奨学金も視野に入れて進路を選ぶこともおすすめです。就職したらあまり自分の時間が取れなくなると思うので、自分の好きなことを一生懸命やりたいと思っていて、私が一番やりたいことは英語力を伸ばしたいので、看護の勉強以外にも英語の勉強を頑張っています。今年の8月に語学留学に行く予定です。オーストラリアに6週間行きます。そこではオーストラリアにある英語の語学学校に通いながらホームステイで生活します。とても楽しみです。やっぱり沖縄と比べてとても寒いので、冬の過ごし方にとても困りました。寝るときは何枚か重ね着して寒くないようにして寝るんですけど、朝が寒すぎてなかなか起きるのが難しいです。卒業後は国際的に活躍できる看護職者になりたいです。そのために在学中にたくさん英語に触れて、看護の勉強と英語の勉強を両立できるように頑張ります。で、例えばドジャイカだったり国境なき医師団、海外青年協力隊などの活動に参加して、発展途上国だったりそういう国での活動に参加してみたいです。
皆崎先生と楽しく生活しています。城西国際大学を進路に決めてよかったなって思ってます。沖縄に帰ったら会いに行くので待ってくださいお父さんお母さん、今まで私がやりたいことを何一つ文句言わずに応援してくれて、ここまで不自由なく支えてくれてありがとうございます。大学在学中は自分のやりたいことに全力で挑戦して、国際的に活躍できる看護職者を目指して頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。いつもありがとうね実際に県外で生活してみて、沖縄とあまり変わらないぐらい人も温かいし、物価も安いし電車もあるのでとても住みやすくて、思っている以上に悪くないです城西国際大学はとても緑が豊かなところにあって、国際大学なので留学生も多く、国際性がとても豊かです。総合大学でもあるので科学部との交流があり、自分の視野も広げられます。ぜひ城西国際大学に来てみてください。ね、そうです